皆さん、どうも、よろしく頼むし、ドラゴン TK です。では、本日も、スーパーマリオ RPG、やっていきましょう。何かあるかな？何かあるかな？あるといいな。って感じですね。どこら辺まで行きゃいいの、これ。嵐の古丘。あ、ここなんやね。あー、なるほど。西側に来たっていうことが、星の古丘。何かいる？なんだこれ？この先、メリーマリー村。話に話しかけますと、星の扉が開きます。おー。え？話しかける？花？は？あ、これだ。へぇー！そんなあるんや。面白。へえ、なるほどね。ここはいいかな。で、これはこの先星の降る丘。あ、これできるようになるね。オッケーです。ここが星の降る丘。スターロードで星となった人々の願い事が流れ星となって地上に降りてくる場所さ。ほう、しかし、スターロードが過剰に壊されたために、まだ帰っていない、叶っていない願い事まで落ちてきているみたいだな。さて、カエル仙人に聞いた話では、この丘のどこかにスターピースが落ちたらしいが、さあマリオ、四つ目のスターピースを探しに行こう。そうですね、探しに行きましょう。なんだ？これなんだ？敵？あ、敵！あ、マジで？で、おい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 、なんだ？むくむく、デヨン。なんだ？なんなん海外感出してくんの？敵の名前で。やめてほしいんだが。あ、そうやん！思い出した。え？シュールか？シュールなんかやねん。嘘！マジでか！かわいい！かわいいな、今！今のかわいいな！ビンタなの草ないんだが、毒の水は弱めになってっていうね、話なんだが、こういう時ね、使えるんで、入れておきたいんだが、オッケー！ HP マックス、ナイス！オッケー！いいね。うん。みんな元気になーれ。かわいい。癒されやな。オッケー。いや、結構強い。ちょっと待って。一旦待って。そこ違う、そこ違う。ね。マロ、クッパと変えよう。これがいい。うん。それはすげえ感じだ。あ、いた。むくむく。58、いったーってね。あー、やってしまったか。きついな。マロのさ、やつ使いたいんだが。どうしよう。悩むな。あ、いた。なんか違うやついた。え？いや、強い。パクール、やばくね？何すんだよ！ペセ！何すんだよって言ってるようなもんやんな。レオンから。何考えてんの？パクールにしていく。恐怖毒眠り沈黙ね。かわいい。むくむくかわいい。マジか。むくむくがかわいいな。
そう感じる。攻撃してる時のさ、ムクムクの、舌足らずだよね。手足らずみたいな感じのやつが、攻撃がすげえ可愛らしいなって思ってしまった。ちょっともうちょいね、やっていきましょう。ムクムクやったっけ？やってない、やってない。何すんのや的な感じになめんよな、やっぱ。何考えてるのをやっておくといいかもねっていうね、感じですね。ほう。ほら、その感じ。プル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 、ピシッみたいな感じが、かわいいな。で、その、かわいいムクムクに対して、ピーチは怒っていると。私の可愛いなんてどういうことよみたいな。そんなことを思っているというのか。お、クッパレベル上がる。どんな感じやろ。あ、かわいすぎん、かわいすぎんって、ビーチ姫さ、クッパがレベル上がって踊ってくれるビーチ姫世界戦なんて RPG ぐらいで。いや、ほんまそれやで。たまには魔法も入れとくか。うん。やばいな。で、旅の記録のモンスターリストを見ていくといいかもねっていうね、感じですね。ムクムク、ムクムク。お、星の降る丘に住むムクムクは、丘に落ちる流れ星を見るたび、この世界がムクムクムのものになるよう願っています。いやー、うん、ムクムクのものに なったらもうね、急死するよ、急死。かわいすぎやろ、こいつ。なってほしいまであるってね。でも、ね、ぐるぐるの目をしているが、何かによって目を回しているわけではなく、多彩な攻撃に忙しすぎて、目が回っているだけである。忙しすぎて、目が回ってんの。なんなんやろ。すごい多忙な生活を送ってんのかな、この部屋。で、パクールまだやって、やったよね。あれ、でもやってたよな。気のせいか？やってなかったっけな。え？あ、ここ違うんか。あ、そうなん。あ、いた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 。いや、パクールいるな。こいつやこいつ。う、なんかいるールービードアック、いや、ちゃうっつね。ちゃうっつね、お前。痛いな、どんだけ。あ、一人だけないね。なんなん、こいつ。あ、24。雲山無双。やば、うーわ。は？は？あ、エレキテル。なんだ、怖い怖い、こいつ、こ、うわ、うわ、はぁ、はぁ、入れ替えるー。こうわ。マジこうわ。うんさむしょ、やばい、クッパもやられる、うーわ。うーわ、だわ、ほんま。あー、逃げた。逃げやがって、逃げやがって、爪痕残されすぎた。やば、ついよ、やばすぎやろ、こんわ。ちょっと待って、おかげでちょっと頭の中でショート仕掛けた。いやー最高、いやー最高、最高すぎる。逃げるんかーい。いや、逃げんといてもろてっていう話なんよ。でだ、さっき、あ、そう、こっちや。旅の記録、旅の記録。
一度やったからね。ルビー出てくるとはね、パクール。あれ？ない？あれ？なぜ？なぜ？あ、あった。バトルにおける行動の特徴はルビー当人の何考えてるのが詳しいので、そちらを参照してください。マジで？参照にしてくださいよね。図鑑よ。説明よ。説明文よ。図鑑ではないわ。説明文よとはなる。は？どこ行くんこれ？ちょっと分かってないところある。は？あ、なんか喋りかけれた。なんか可愛い子供が欲しいね。ほう。欲しいわ。じゃねえんだよ。話しかけれるのは知らん。危ない危ない。あ、なるほど。おっ、プレこうやって進むところか。きっついな、ちょっと。なんだ、あ、むかむかかわいいな。ちょっとやろう。言ってることがちょっと反対しすぎて、やばいっていうね、話すんだが。おう、うんさむしょ、怖いんだって、それもー。いやー、こわぁ。うわぁ、入れ替えるか。ならば。何よ！丸の仇！みたいな。そんなことが。ああ。逃げられた。怖っ、マジで。一人。オッケー、最高。これ最高ほんま。で、どこ行くんかな、これは。おー、ちょっと、あー、見せた。あ、決められたら大丈夫かな。おらんま。バク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 、食われた。ムクムクが食われた瞬間。オッケー。お、 HP バックス、ナイス。素晴らしきかな。おし、にしても多いな、敵の量がないと。うわ、ピーチ姫やばい。オッケー、ナイス。オッケー、倒した倒した、ナイス。経験値やば。メイプルシロップ出てきた。で、どこ行くんかなこれ。あ、なんか誰かいるな。世界中のお宝を手に入れてみせまーす。見せまーす。あいつじゃね、黒子じゃね。そんな気しかしないわ、この願い事。あ、これまだ花全部やらんとあかんのかな。気になるから全部調べていこう。夢になりたいでゲス。ゲスっていうやつだったね、確か。誰だっけ。ん、なんかしたものをなみたいんだな。そっか。あ、ここやろ。で、ここやろ。おー、ちょっと待って。焦る。で、ここやろ。で、どこかな？これな？で、これで、あ、こっちでも、話しかけとくか。マラちゃんが無事に帰ってきますように。どっちや？カーベ仙人？いや、あの仙人か、カエル仙人か、もしくは、お、これは、僕のパパとママの願いだ。お、マジで？ママ。
僕は泣けないよ。だってパパとママが僕の帰りを待っていてくれているのだもの。さあ行きましょう、マリアさん。ぐずぐずしてると置いてっちゃいますよ。なんか一瞬心が温かくなった瞬間やな。これかな。で、終わりかな。ですね。オッケーオッケー。じゃあ入っていこう。いや、見て正解やった。よかった。てか、気づけてよかった。気づけてよかったってなった、ほんま。そういう瞬間やね、ほんまね。ああ、ヒヤッとする。いるな。素晴らしいメロディーを生み出すのだ。ああ、あの音楽かな。結構早くなりたい。なれるといいね。兄さんの役に立ちたい。そっか。もうここら辺は変わらんな。てか、なんか上になんかあるんだか、これ。これだったわ。いや、これだったわ。助かる。今日では2つですね。2つ目ですね。ぐわっは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 みたいなこと思ってたよね。クッパもね。おー、残り3つだったか。それは助かる。意外と早いな。まあ、RPG 久しぶりやからな。こんなか楽やったっけっ RPG ゲームって思ってなってるけど。やはりスターピースはここに落ちていたんだな。さて、次はどこに。確かこの先にリップル探偵の街があるはずよ。海辺の賑やかな街らしいから、何か情報があるかもしれないわ。行ってみましょうよ。うん、そうだね。残るスターピースはあと3つ。随分遠くへ来たけれど、まだまだ旅は続きます。マンマミーア。旅は続くよ、どこまでも。ちょっと倒していこう。ちょっとああ、もう、ルビー来ない。もう、ルビーからやる。に、嘘、うんさん無償やめてよ、マリオって、生きてた。生きてた。生きてた。逆にびっくりした。うん、生きてることにびっくりした。ラッキー、やったナイス、素晴らしきかな。うん。お、ナイス。やるよ。真ん中ね。これかな。ナイス、当たり。よし。で、これと、あと、これと。これかな。ですね。これで終わった、終わった。よいしょ。終了のお知らせ。この場所はもう終われましたね。早かったね。あ、じゃあそっちだ、そっち。こっちこっち。リップルタウン。行きましょうかね。リップルタウンは、どういうところ？宿屋かな、これは。そういや。